米大リーグブルワーズ6・4ドジャース15日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー・アメリカン・ファミリー・フィールドドジャース大谷翔平投手30が15日、日本時間16日敵地ブルワーズ戦に1番 DH で出場5回に右前打を放ったが5打数1安打で8月は月間打率1割7分9厘と波に乗り切れていない ラリーグ西地区首位の土軍は逆転負けを喫し、連敗。最大9あった同2位とのゲーム差は2となった。劣勢を跳ね返す勢いはなかった。2点を追う9回誌。大谷が空振り三振に倒れて試合終了。枠敵軍を横目にベンチへ引き上げた。5回戦闘では2試合ぶりの安打となる右前だ。12日ぶりの短打が飛び出したが、ベッツが休養する中、 5打数1安打で勝利に導けなかった。何市地区首位のドグンと同2位のパドレス、ーバックスは2差に。一時の独走ムードから一転、予断を許さなくなってきた。大谷もチームも波に乗れそうで乗れない。8月の大谷は13試合で5本塁打、7盗塁も打率1割7分9輪出塁率2割3分にとどまる。 8月はパドレスが10勝2敗、D バックスが11勝2敗と快進撃を続け、ドグンと2位の2歳以内は1、5サだった4月24日、同25日以来約4ヶ月ぶり。勢いの差は明らかだ、6月20日には2位と最大の9差があった。6月は大谷も月間12発と絶好調で。 ベッツが左手を骨折した16日から26日にかけては10戦8発。一番として大暴れし、首位打者にも立っていた。ドブンが6年ぶりに月間負け越しを喫した7月は打率2割8分6厘、6発とややペースダウン。8月に入り、ベッツらも復帰したが、9エンジンに疲労が濃く、この日はハドソンが8回一挙3失点。 チーム状態と大家の調子は比例する傾向があるだけに踏ん張りどころだ。